お久しぶりです。あ、どうもこんにちは。久しぶり。いよいよサスケの季節がやってまいりました。本当ついに来たわね前回どこまで来ましたっけ。前回は壁の妖精の登場です。ボル姉さん、永遠の33歳。壁界の大先輩であるそり立つ壁さんにご挨拶をしたいと言っていた。ボル姉さん、スタートした。ボルダリング界の、おっといい動き、予想以上にいい動きだ。ゆるキャラとして視聴者を元気にしたいと言っている週3日のボルダリング、シルクスライダー、ここも超えた。おお、いいね永遠の33歳。フィッシュモン、ここは視界は大丈夫か。唯一のウィークポイントは視界が狭いことと語っていたが、ポールに見えていなかった。のウィークポイントは視界が狭いことと語っていたが、ポールに見えていなかった。そり立つ壁先輩のご挨拶はどうするんだ。すごい、やった、やった。すごい、いけた。これボル姉さんクリアは真面目にありますよ。ある、ある。おもちゃサンドなんて行ってるんですか。まあ、たまにこのボルダリングをね、アピール、もう私自体がボルダリングの広告塔みたいな、感じたかな。結構原宿とかいろんな街を歩いて、あれ何のキャラクターだろうっていうところからボルダリングに興味を持ってもらう、そういうのはたまにやってるかも。全然見た感じ違うじゃんね、ヘブ姉さんと。ヘブ姉さんこんな感じだった。そういう夢があるんですね。そうそうそう、うん、この業界をね、やっぱ盛り上げたいから、うんうん、どうも、こんにちは。ロボレル活動やってボル姉さんの今度ね、助けに行くと。あ、そういうことだ、うん、ぜひぜひ、これ楽しみにしてて頑張ってください。うん、頑張るわ、はい、ありがとう。ありがとうございます。ボルダリングの壁なんだ。あ、いや、ロボレルだよ。あ、そんなに興味がないかな。もう私ね、今年も助けに出るから、うん、ぜひ見てみて。助けが頑張るから、ぜひ見てね。お願いします。ありがとう。はい、すいません。またね。またね。次どこ行きますか。次はね、渋谷のスクランブル交差点とか歩いてみようかなと思う。タクシー止めてみましょうか。どうなんだし、うん、止めたことあります、これで。いや、ないわね。あ、来た。来た。やった。あ、よろしくお願いします。
もう歩いていかなきゃかと思った。あ、じゃあ渋谷駅までお願いします。はい、かしこまりました。私あのボルダリングの壁の妖精のボル姉さんと言います。登っていく。そう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 。あ、そうなんですか。そう、あの私今年のサスケに出場させていただくん。すごい。そう、その格好でサスケ出るんですか。そうそうそう。あ、実は去年も出させていただいて。そうなんですか。そうそう。あ、体的に邪魔じゃないんですか。もちろん邪魔よ。ですよね。うん、あ、でももうこの体しかないので。ごめんなさい、ついショックで、携帯入れるの忘れた。ああ、マジですか、大丈夫ですか。すみません。ごめんなさいね、ショックを与えて。はい、はい、じゃあ、これでお願いします。はい。はい、あの、領収書もお願いします。はい。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、行きますかね。じゃあ、行ってみようかしら。はい。ビル群の中にボル姉さんがいるってなかなかシュールな色ですよ。いや、本当になんか立ち向かってるみたいな。私の存在からボルダリングに興味を持ってボルダリングをやり始めましたっていう方がね、今後出てきたら本当最高だよね。ね、今年こそ、うん、はい、今年こそよね、うん。いよいよサスケ当日迎えました。ね、ついにこの日が来た。どうですか今の心境は。あ、この緊張とね、楽しみがね、ほんと半々って感じ。ボル姉さんスリムになってませんか。あ、でも本当にちょっとだけスリムになった。目ついてるんだけど視野は狭いから。去年ね、やっぱり幅を狭めてこいっていろんな方にお声をいただいたので、もう見えなくてもいけるぐらい練習してきたから、指も強いし足もかなり強いてきたから、弱いところないかも。私こそ飛び立ち方さんに到達して挨拶するわよ。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。